れないよね普通に。こんばんは。さっきぶりの人もいる。久しぶり、さっきぶり。なんか台がちょっと不安定なんですけど。ワンピースかわいいですよ、これ。今日はですね、オンラインお話し会でした。イエーイ。先週もあったので、なんか久しぶりっていうこともまああったんですけど、うん、それでもまあオンラインお話し会自体私はもう2回目なので慣れない。なんかみんなといっぱいお話ししました。来週いっぱい話せる、楽しみ。やっぱりもっと話したいって思いますよね、オンラインお話し会したら。普通の握手会よりなんかあっという間に過ぎる気がする。そう、2回目です。チェキ会とかはやってるんですけど、お話し会、個別のオンラインお話し会はね初めて、あ、2回目です。先週が初めてだったんで、そう、一瞬になんか感じる。そう、そしてですね、明日はまあチェキ会ってオンラインって感じなんですけど、そう、ワンピース。この色めっちゃ好き。私こういう色好きなの。このソファーの色もだけど。うん。1枚5秒ぐらい。え、何秒とかわかんないんですよね。本当にわかんないぐらい。なんか、あっという間だよ。たとえ何秒って決められてたとしても、え、もうみたいな感じですね。でもやっぱり先週のオンラインお話し会の課題じゃないけど、こうした方がいいね、こうした方がいいねっていうのを得てなんかみんな上手くなってた、オンラインお話し会が。それが面白かったし、学習能力すっごいと思ったわ。うん、アイドル側もちょっとついて必死でしたね。はい、でしたね。いや、もちろんね、直で会いたいですけど。あれ、矢野さん分け目違う、すごい。学習能力もすごいし観察力もすごい、完璧なオタクですね。すごい、ありがとうございます。そうなんです、分け目ちょっと違うくした。今日アイドルだって初めてこっちの分け目。来週だからかなり心配。でも全然大丈夫。なんかまあ最初パッて画面に出てきてびっくりするっていうか、びっくりすると思うし、わかんないってなると思うけど、マジ大丈夫。私も初めてだったし、うん、なんかね、こう緊張する時間がわーもったいなかったなって後悔しちゃうぐらい、オンラインお話し会本当にすぐ終わるので、うん、間もなくが見やすくなった気がする。そうかも。でもスタッフさんとかもね、いろいろいいより良いものにやってくださったりしてるので。そうなんですよ。はい、ですかね。エアポッツでも大丈夫なんか、え、でもどうなんだろう、こうなんていうの、この線がついてるやつっていうの、こうやってここにマイクやるやつの方が聞こえやすいかもね、多分。うん、ズームじゃないんですよ、多分ズームじゃないと思う。お話し会の専用アプリ、なんか電気つけてるからかな、変、明かりが。うん、スタッフさんが親切だった。いや、スタッフさん親切です、本当に。ワンピースです。いえ、こっち切ろうか。
そう、 STU のやつはそうまた別のやつでちょっと複雑なんですけど、カラオケの後声は大丈夫です。え、まあ大丈夫大丈夫、全然大丈夫でした。楽しかったですね。でしたね。まあこれからオンライン系が増えていくっていうか、だからこういう感じかなとか思ったりね。うん、またカラオケ配信希望しますよ。そう、もうすぐね、明日チェキ会です。過去あとあります。今日も今もチェキ会やってるメンバーとかいるよね。そういるから、あんな感じと思っていただければ嬉しいですね。はい、うん、ちょっと眉毛つけたりしますね。今日オンライン話し会終わって外に出た、今日は6時から7時だったかな、お話し会が。え、6時20分からか、7時ぐらいまでだったんですけど、そっか、外出たらめちゃくちゃ外が涼しくてびっくりしました。なんかもうなんだ寒いぐらいだったね。なんか早っと思って、うん、早いよ。買った2組の時間がかぶっちゃって、同じ時間なんですかね。明日ピオタマ、タマピオ、ピオタマもだよね。なんとかタマ、タマ、タマピオ、いつもね覚えてなくて怒られるんですけど。そうそうそう、暗くなるのも早いしね。皆さんのメイクのことも知りたい。全然女子でも男子でも聞いてください。今札幌出張中。寒いね。それはもう秋になってなくても寒そうだわ。明日の朝19度。うわー、もう先々週とかまでさ、なんか30度超えるとか言っててさ、寒暖差の体調不良にね気をつけなきゃ。楽しみ。明日はココアと色会ですメイクにこだわっているところを知りたい。え、なんだろう。でもできるだけ早く終わらせるのは、早く終わらせたけど、いろいろある。全部かなコミ名は絶対優勝しようなですよ、あの懐かしの。まあ、隣のバナナを今やってる公演でやってるっていうのもあるし、まあこの二人はまあカープでも好きって共通点もあり、いろいろと話題はありますね。なので楽しい配信したいと思います。ランブーさん、綺麗で素敵、ありがとうございます。矢野さんのチェキがやっと手に入れられる。明日ですか？なんか前のチェキのやつまだ届いてない、サインか届いてないって言ってたファンの方いたんで、ゆっくりいただきますけど手に入りますよ。チェキは当日、いや当日じゃないです。皆さんの分撮ってるので、
はい、あの隣のバナナポーズとかいろんなポーズしました。呼ばれるのドキドキしながら待ってます。そうですね、名前を呼んでサインじゃなくて名前を書いて皆さんにお渡しするので、多分サインはないですよね。明日全部隣のバナナポーズしたわけじゃないので、ふざけたりとか決めたりとかいろんなポーズしてるので、もう全部違うポーズしました。なんか細かすぎて伝わらないようなポーズもしたので、まあ、届いたのを見て、あ、こういうことかみたいな思っていただけたら、隣のポーズ、あ、隣のポーズで隣のバナナポーズが当たりかも、ね、全部当たりですよ、全部当たりだって思ってもらえるように撮りました。オッケー、じゃあ面白いポーズは説明するわ。これこんなポーズです。時間はみんな知ってるのかな、これ知ってるよねみんな。明日は6時からです。夜6時から夕方6時、18時からなので、何時までとかあるの、9時とかなんですかね。お、みんな知ってるんですね。6時から9時の予定なので、そう、皆さん私のショールームフォローしてください。私のルームで見てください。ぜひよかったらよろしくお願いします。そうね、できれば2つの方を、2つの配信見れる方はココアのルームと私のルーム見てほしい。多分どっちもやるから、どっちもで配信するので、です。なのでまあチェキはね届くけど、名前を呼ぶリアルタイムで見たいって方も絶対見てください。タブレットと両画面で見ます。ありがとう。タマピオとニワド、まあそうね、そっちの方のニワドも必要です。忙しいですね皆さん。なんかもうすでにオンラインチェキ会してるメンバーとかいるので、そのメンバーの今もやってるんじゃないかな、だからそれをこう参考にしてこんな感じみたいな感じ見ていただけたらと思います。割と自由な感じよ、なんか楽しそうな感じで、名前呼ばれるまでドキドキする。確かに待ってる時間がね、いつ来ますよとかないですもんね。行きたい時に行くとかじゃないもんね。今に規制がしてる、あ、今に規制がしてるんだ、また購入順どうなんだろう。でも本当にランダムだと思います。まあランダムって言っても仕組みあるかな、あるのか分かんないですけど、ですね、楽しみ。オンライン一人の知機会はしたことあるよ、けど二人、あ、そう、二人で撮る知機会ってあんまないし、そう、なくて、あとは2人で撮ったのめっちゃいいんだよ、2人のチェキめっちゃいい、うん、めちゃくちゃいいって言ったっていうか思った。2人でチェキ撮ってみてめちゃくちゃ2人のチェキいいから、本当にあのおすすめです。うん、これゲットできたらすごいよ。私とココアのチェキゲットできたのっていうのもすごいし、
二人のチェキってなかなかないですから。二人のチェキって本当取らないもん、あんなにいっぱい取らない。なんか取材とか受けた時に、その受けた人と二人でチェキとかぐらいじゃないと、二人三人であんま取らないですね。一回シトビンゴのやつだったけど、そう、雑誌のおまけとかなんか、まあ、なんかアンケートにみたいなのあったかな。今日三ツ矢サイダー飲んでます。アニオンほのかさん、あ、私の大好きなお菓子見てくれる？あれあれ、あ、反対に開けてるわ。それでこの100円ショップに売ってる、まあ100円ショップじゃなくても売ってるんだけど、これが美味しいの。こんばんは、アスパラ。これアスパラ？ガス？ベッカップ？ついてるのもあるんですか？へえ。これアスパラガスっていう。でもこれのこの商品名がだと思う。乾パン？乾パンっていうか、なんか非常食とかも食べる。意外とカロリーがないので、このお菓子が好きだったら高知のミレーバスビスケットも好きになるはず。え、聞いたことあるかも。好きだと思う。ちょっと食べてみません。高知県ね。これ懐かしいよね。広島あるある？違うでしょ。普通に東京で作ってみて。そう、ごまとはこのちょっと塩加減がいい感じ。初見？何時？美味しいですよ。浜田さんが好きなんだ一番。私も好き。浜田さん実質。こっちでも売ってる。売ってますよね、きっと。アスパラガス。こんばんは。逆にみんなは何してたんですか？日曜日。働いてました。うん。お疲れ様で。阪神対広島見てた。阪神ファンですか？ブチブチに入る？
そういえば金曜日に見たいねと、おっ、お迎えになるフェチ。ギター弾いてて、いい日曜日。その服かわいい、ほんかわいいです、これ。中にね、レースを着ている。これ全然見えていいやつなんだけど、あ、かわいいです。この色好き。これほんまガチモンのジュース。この服にミッチャーサイズは、あ、本当ですか？缶ジュースいいね。そう、私缶ジュース好きなんですよ。全然缶でお酒とかも移せなくても別に全然飲める。コップに移さないと飲めないっていう方とかよく聞くんですけど、全然缶で飲めちゃうタイプ。道の先は、ちょうど今缶のペプシコラ、コーラは、うん、ミッチャーサイダーとかエナジードリンクとか好きかな。この画角が困るんだよ。あ、映った。缶派、缶派です、私も。え、嬉しい今日なんか可愛いですね。今日はね、なんか気づいた方もいらっしゃるけど、オンライン話し会の時からなんですけど、今日人生初分け目を左に変えました。皆さんからしたらもうさほど意味もない、差もない違いなんですけど、個人ツールなんで言わせていただきますけど、はい、初めてだったの。そうですね、初めて。大人っぽく見ます。本当ですか？髪も伸びたし。そう、反転、なんていうの、自撮りだったら反転するからああなってるけど、あ、初めてじゃなかったですか？本当？嘘。じゃあ嘘だ、初めてじゃないです。全然。気づいてたけど自分で言いたいかなと思ってすごいあれですね、気遣いですね。モテるのかモテないのかわからない小さいことしか気づけない、小さいことに気づかなくて嬉しい。ありがとうございます。印象変わる、本当？あ、マジか、分け目じゃ変えてたんだね。すいません、まあ、適当なこと言った。全然分け目は変えたことあったんだって。ほのたん、こんばん、ワッフル、こんばん、ワッフル。なんかワッフルを作る機会があるんですけど、私ワッフル食べないんですよ。なおさら家でも作らないので、ワッフル作る機会で今度たこ焼きをやろうと思います。うん、はい、ワッフルを、ワッフルってなんかボコボコあるんですよ。ボコボコっていうか、こうあるじゃないですか、この模様の形があるので、くぼみがあるので、それをたこ焼きみたいにしてやろうかなって思ってます。そう、平べったいたこ焼き。だからたこ焼き器はないんで。そうそう、あと
サラダチキン作る機械があるって言ったじゃないですか。あれで結構何でもできる。あれサラダチキンじゃなくてもいけた。アヒージョみたいな、アヒージョをやろうと思ってできました。アヒージョも私がやったんじゃないんですけど。なのでそれでもこの部屋でやったらすんごいなんかベタベタしてうーんって今鳥肌立つぐらいもうすごい油って感じになったのでもうトラウマですね。なんでアヒージョ大会みたいなのできない。なんかアヒージョパーティーもできないですね。アヒージョプチアヒージョ会ぐらいならできます。うん、そう換気扇ね回してたんだけどね。髪キラキラしてて綺麗。ええー、傷んでますよ結構。でも美容院行かなきゃなと思ってます。またツルツルにしてもらいます髪の毛を。次回黒髪矢野さんはよく自炊する。自炊しますよねファンの方。私のファンの方知ってますよね。私めっちゃ料理得意ですよね。いろんなレパートリーが作れるし、そこを見えて料理上手なんですよ。はい、ですよね。皆さんみんなご存知の通り料理のうまさには定評があるっていう家の方のか。そうそうそう枝豆とかトマトスライスとかきゅうりとトマトのなんかタレあえたかそうめんとかあと梨とか剥いたりとかりんごとかあとフルーチェとか納豆も食べれますし。そうですね作れます。はいはい、トマトのカプレーゼもできます。ね、そうめん流しもできますしね。あれリンゴかそうでもどちらかというとですよどちらかというとですよどちらかというとまあ作るより食べる方が得意ですかねっていう感じですかね。どっちも得意なんですけどね。はい、キャベツ切るのも得意です。得意っていうか切る。以上です、はい、もう話題変えてもいいですかね。はい、今日ねオンラインお話し会であった話は岩壁ライブ楽しみとか岩壁ライブ当たったら行くねって方多かったです。岩壁ライブねユニットであります。20何日かな後半ぐらいにあるやつ7日か毎日ありますので、ね、もう応募今応募期間ですよね。違う毎日は多分お昼ぐらいのめちゃくちゃ多分一番暑くて盛り上がってる時かな。岩壁の母ってどういうことですかね、急すぎた。あ、そう結構一昨日ぐらいに発表されたのかな。ねえ、まあ来れる方はもう来てほしい。配信が多分あるんじゃないかな。前回あったからあるとかじゃないのかな。どうなんだろう。配信があったら見てくださいね。12時とかぐらいか。おう、15日から受付ですか。申し込みは火曜日から。ありがとうみんな。もうみんなに聞いてばっかだ。ありがとうございます。それさユニットごとに申し込み期間違うとかないよね。別にないか。ある。15日の火曜日18時から夕方6時から申し込み可能。ありがとうございます。みんな来てください。
ライブ当たるようにパワーください。一緒だと思う、全員一緒か。マジでマイカーのファンの人みんなマイカー見に来てほしいもん。もうね、愛を送ってくれたら全員伝ってるよ。東京から応援してるよ、ありがとうございます。届いてます、応援が。絶対当てたい、野外は最高。いやまあそうなんですよね、そうなんですよ。 EMTG に好かれるにはどうしたらいいですか。もうこびうるこびうる。昼からだから暑いかもね、盛り上げてん。そうなんですよ。しかもマイカがお昼の時間でしたよね、多分チャートリーとかから始まってみたいな感じだから、そうそう、まあ暑そうっていうのもまあ含めて、まあ暑く盛り上げていけたらいいなと思ってます。メンバーめっちゃみんな楽しみにしてるので、はい、まあ、どんな感じだったよって送るからね、いけない方も。雨降ったらどうなるんだろう、雨天なんちゃらみたいな書いてありましたか。ホームページね、モバイルサイト、モバイルサイトといえばですね、今おプレミアムくじ、デート動画のくじを行っているよね。もう終わったあれ確か、やってますよね、デート動画船編。前おうちデート編やったよね、茶豆のやつ。もう終わった？まだ？デート動画やってるよね、多分まだ。どうですか？お、矢野さんが1番に出た、すごいじゃん。コスパいい。そう、船編 STU48 号編です。そう、まだやってると思う。お、じゃあプレミアムくじでメンバーそれぞれのデート動画がね、もう本当に見れますので、推しメンと船でデートしてる、まあデート行った帰りに船乗ったのかわからないですけど、船でのデートみたいなものをね撮ってます。はい、私はちなみにまあ当たった方、もう見た方、一緒にデートした方にはね、もういるので、その方以外にはちょっと言えないんですけど、はい、もうずっとなんていうの、もう照れてる彼女が、うん、照れ隠しのね、なんか言ってるみたいな感じですね。もうなんか一日通して恥ずかしくて何もできなかった彼女が、最後の帰りの船の中で精一杯頑張った一言を言ってます。ほんと何秒ぐらい、何十秒もないかなぐらいなんですけど、みんな頑張って撮ったのであれ私の自然体だから、うん、見てください。もう見た人いるよね、でもお願いします私の出ましたか。で、私のが出るまでにさ、いろんなメンバーが出たりしてるわけじゃないですか。そのメンバーと比べられたらもう私終わるよね、もう無理よね、あれは。それも瀬戸ブラック撮影、何ブラックだっけ、何ブラックえ、あれ何ブラック、あれ瀬戸ピンク、あれ瀬戸ピンクが撮ってくれました。なんか、あ、瀬戸ピンクじゃない、瀬戸グリーンだ、瀬戸グリーン撮ってくれました。はい、瀬戸グリーンが撮ってくれました。イメージ的にグリーンっぽい、あのマネージャーさんは。そう、瀬戸グリーンが撮ってくれて、瀬戸グリーンに向かって言ってるみたいな感じになってます。めっちゃ恥ずかしい、なんか苦笑いされても、なんかテイク2撮ったもん、微妙すぎて。はい、まあでもレアなやつなので、プレミアムなので、モバイルくじを見てくらしてください。瀬戸グリーン、あーちゃんか、あーちゃんか。うん、他の子がどんなのか知ってる、わかんないですね。撮ってる風景感じをなんか見たメンバーはいた。ふーちゃんのは見たんかな、参考にしようと思ってみるけど、あんまり参考にならなかったかな。あとマーヒナも見たかな、もうちょっと見たくらいだけど。でもみんながどんなニュアンスでやってるのかわかんないし、多分みんなそれぞれ違うんだろうね、それこそ個性的なだと思うんですけど、私のは私っぽくていいでしょ。はい、ってことでデート動画をマジで見てくださいね、ほんまに見て。
まあでもバイル会員じゃない方もね、それ見る価値ある。そう、投票もできるしね。うん、ほのかちゃんが一番にやけてました。マジ私もなんか不自然なにやけだったよね。ずっとにやけ、うん、見たい方はてかもう見てください、お願いします。はい、アスパラガス全部食べちゃう。無事カロリーを摂取いたしました。アスパラガス美味しい。みんな好きですか？お、もうすぐ9時になります。1時間はしてる？してないか？1時間してないか？メールも送れるので送りたいと思います。あ、聞いて、今日私のもう大好きな、もうあそこのあのチキン南蛮定食がなんと期間限定で490円で食べれるっていう、なんかやばい神みたいな世界があって、私本当にそこの定食屋さんでチキン南蛮定食大好きなんですよ。それが490円って思って、いや食べるしかないじゃんと思って食べました。本当にめっちゃ並んで、嘘、そんな並んでなかったかな、多分並ぶ前に行ったの、一人で食べてよ、15分ぐらいで一人で食べてすぐ出た。うん、本当に好きなんです。あそこ行ったらあれしか食べないっていうか、それを食べるためにあそこに行くって感じ。うん、そうだからチキン南蛮定食食べたよって時はそこに行ったのかなって思ってください。なんか9月十何日まで、うん、今日の晩ご飯は鮭の南蛮漬け、いいですね。うん、ほのたんと食の好みがある。本当で、しゅうなしさん多分好きですか、おかわり自由。うん、でも私ご飯 をあの何米、五穀米っていうの、あれ何米、なんかあの赤飯まで行く、赤飯に近い赤飯寄りの白米みたいな、玄米みたいなやつ、健康的なやつに変えていつも食べるので、おかわりはしないですけど、まあね、漬物が美味しいですよね。今から行こうかな、なんか私食欲そそらせちゃいましたか。今から行って、空いてるよね、24時間、違うか、行ってみてください。さすがに今はなんか並んではないんじゃないですか。なんかチキン南蛮定食ってなんかソースからこうカクカクカクって混ぜて作るやつだったと思うんですけど、最近違うみたいね、なんか普通にもうかかっちゃってる。で私さ、冷ややっこをね頼んだわけ、冷ややっこ食べたくて、で冷ややっこ頼んだんだけど、定食に冷ややっこってついてるって本当に忘れてて、すっかり、だから冷ややっこめっちゃ食べる人みたいになった今日。うん、お味噌汁も頼もうかなとか思ってたんだけど、お味噌汁もついてるわって後から気づいて、あマジで頼まなくてよかったなと思った。めっちゃ冷ややっこ食べるやんこの人みたいな、すごい弥生県のすごい常連みたいになった。あ言っちゃった、あ言っちゃった、え言っちゃった、あそのお店のなんかもう行きつけ、なんかもう常連さんみたいななった、そう独特のこだわりがある人みたいになっちゃった、すいません、ちょっと言っちゃったんで、もうランキング読みたいと思います。
すいません。はい、それでは言っちゃったよ、口滑らせて。これ以上ね、いろんなことをちょっと言っちゃう前に終わりたいと思います。はい、13位タッキーくんだよ。32位、カネさん、アットマークすべてのアイドルアイドル好きさん。11位、フューチャーさん。10位ヘンダーソンさん。9位マジッポさん。8位海田さん。7位ボーダーアットマーク台湾さん。5位、あ、6位オカフォンさん。5位アンニョホナカさん。4位川端キイチくんさん。3位カピバルミキアさん。2位ともよさん。そして今日の1位はタケトさんです。おめでとうございます。タケトさんの真っ赤な肌にストライク。タコタコ、今日もありがとうございました。オンライン話し会楽しかったですね。ありがとうございます。ということで終わります。メール送るのでまだ、全然送れる。見てください。デュクシがたまる。デュクシデュクシデュクシ、ありがとうございました。改めてオンラインお話し会もっともっと話したいしって思いましたね。だからオンライン、あの来週もあるよね、楽しみ。まあ、ひとまず明日のチェキ会をで会える方はショールームフォローしといて、私の本当にお願いします。ココアのファンの方も私の配信から見るココアの角度とかないか、見れないか、まあ見るかもしれないんでフォローしといてください。どっちもので見るのが一番おすすめなんです。はい、ということで終わりたいと思います。来週はめちゃくちゃあります。本当ですか、楽しみですそうですね、3日連続のライブ話し会楽しみ。ワンピースかわいいってほんと言ってからちょっとだけ見せようかな。そうありがとうございました。かきちゃんもね、ほい、はい、見えるかな。終わります。ありがとうございました。じゃあね、みんな、確かにね、画面だとねここぐらいまでしか見えないから。バイバイ。